吉江寺は、岐阜県岐阜市三重寺町にある、天台宗の寺院である。三号は、大日山。陰号は、観渉院。通称、吉江寺、観論。正式名称より通称で呼ばれることが多い。本尊は十一面観論。美の三十三観論令状第十八番札書。岐阜観論令状第三番札書。東海白寺三十三観論第三十一番札書。 新鮮美野氏の伝えるところによれば、717年、岩礁天皇直岸により、伊賀国名張郡の伊賀寺、名張市の夏目廃寺の十一面観音を美野国に移したのが、当時の起源であるという。この十一面観音を本尊として、719年、美野国元巣郡十六条に吉江寺が創建され、海山は、ゴ蔵、ゾウ、春光は723年であったという。 その後、中世までの遠隔は半然としないが、時氏の切れを受け、1506年、時なりよりが画乱を収蔵したという、現在地に移転したのは1549年、斉藤道蔵の稲葉山次郎の追記事ともいい、織田信長が移転させたという説もある。稲葉山次郎の南西に位置し、裏木門を守護するという、1871年、政府による事業上地命により、 治療を失う。1945年7月には、岐阜空襲により、ガランを消失。その後、1952年に、阿弥陀堂が再建され、1955年に、本堂、1986年に、二王門がそれぞれ再建されている。重要文化財、間室11面観の立像造高176.6センチメートル。奈良時代の作。 近畿地方以外には、珍しい脱活関室づくりの仏像であり、技法、作風等から制作は、奈良時代、8世紀に遡ると推定される。岐阜指定文化財、木造11面間論立像木造菩薩座像症状面、木造獅子頭火の規制で高さ約29センチメートル。 長さ約36センチメートル、幅約36センチメートル、鎌倉時代岐阜市指定重要文化財、木造不動明王半華造日の規制で高さ約2836センチメートル、鎌倉時代岐阜市指定重要文化財岐阜バス、吉江寺町バス停、または市民会館、裁判所前バス停が最寄りである。水星三江寺の地名の由来は、かつて、吉江寺があった名残である。 現在もこの地には、吉江寺観音がある。これは1567年、織田信長の命で建立されたものである。水星の吉江寺観音に、毎年3月第1日曜日に、お買い祭りがあり、岐阜市の吉江寺の三重寺祭りとよく、似た祭りが行われている。ありがとうございます。